はい、おはようございます。今日はね、マルコメインです。マルコメインなんで、今日あのさ、視聴者からあのマルコのサーブが綺麗とかいう、なんかすげえムカつくコメントが来るから、めっちゃ嬉しいんだよ俺は。なんかね、来るからね、せっかくだから今日マルコさんの、まあ、サーブのね、ポイントとかコツをね、教えていただけたら、教えてちょうだい。はい、ということで、あのオープニングも新しくなったんでね。確かに。そう。なんで皆さん、ぜひたくさんお願いします。お願いします。じゃあサブやっていきましょうか。まず、ちょっと見せてやるか。あ、ちなみに何のラケット使ってんの？これね、ナノフォース7500。また渋いラケット使ってんね。これ10年前とかじゃない？ナノフォースってどの、俺らが？こう、マルコさん。え、インターハイそれで出た、もしかして。インターハイこれで出たかったけど、前日ガッと切れてこれじゃないんだよ。そういうとこよ。インター予選はこれで出た。あ、そうなの。あ、それでじゃあインターハイ行ったラケットってこと？そう、決めたラケット。あ、すごいじゃん。これインターハイ出たラケットなの。思い出のね。ということで、先着1名様にプレゼントします。ちょっと待って、家にしまわせてよ、それは。飾っときたいじゃん。じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。じゃあ、あゆたろうチャンネル。立ち位置が俺ここなんだよ。立ち位置そこなの？それなんかさ、理由あんの？昨日角度つくから。あ、角度つけるためにってことね。センター打つときはちょっと中めに立って。あ、そうなんだ。この方がセンターの角度。俺基本はここ俺よりちょっと右だね。じゃあ、いい音だね。ポリアクションだ。あ、ポリアクションなんだ。何ポンド？32ぐらい。買った。でも結構もう緩くなった、まあ。ナイスサーブ。えぐい今のは。さあ。えぐい。さあ。だいたい力何割ぐらいで打ってる今？今でも5割ぐらい。5割ぐらいか。だいたい試合そんぐらいでしょでも。いや、試合こんぐらい。でもなんか余裕あるときぐらいか。あ、エース取り行くときもある。とかで8割とか。ちょっと8割のサーブ見してます。うん。まあ、これはまあちょっとエース取り行くときみたいな。どの場面で使ってるの逆に？そうだな、ゲーム序盤にはさっき言った5割ぐらいでしょ。うん、5割ぐらい。で、3-1 とか、あ、余裕があるときに打って、あとはなんかこう、逆にゲーム的に余裕あって、あの1-3とかで、うん、一回ちょっと流れ変えたいときとかに。あ、ね、ちょっと早いの、余裕があれば気持ち。確か5割ずっと打ってたら読まれちゃうもんね。読まれちゃうね。結構バンバン。じゃあちょいちょいこう挟む感じね。そう、はいはい。32ポンドは硬いな。でも次でも緩くしたいんや。緩くしたいんだ。うん、28とかにしようか。いい、俺で24とかだからね今。やばいね。20、あ、24から6の間か俺は。おお、そう、ずっと最近は。すげえな。今でもラケットがいいからさ、ラケット弾くからね今。そうそうそう、めっちゃ。ちょっと横からも見ようかな。なんで1本シャフト使ってんの？てか一番しっくりくる。じゃあ G 買えばもう。そう、使ってみたいじゃん、あの G。 うん、俺今 G が手元にねえんだよな。 G もらうか。もらうか。 G もらってくっか。今日ちょっと雨が降ってるからちょっと吹くけどね。ね、さ、でちょっと前から。あ、お疲れっす。やった、叙々苑弁当だ。やべえ。やった、叙々苑弁当だ。
やべ、これ10円弁当っすか。1個5000円の弁当っすか。藤屋のそば飯でございます。あ、普通に嬉しい普通に嬉しいえ、なんすかなんすか。そば飯です。あ、そこの、そう今日から開店っすか。え、そう、今日から半年ぶりのオープン。おお、宣伝しましょうよ、これ何屋さん。うまそう。定食屋さん。定食屋さん藤屋の。そう、70代の父ちゃん母ちゃんが運営している。おお、老舗ですね。めっちゃいい匂い。ここで食っちゃダメだけど、ここで食っちゃダメだけど、うまそう。ありがとうございます。あれかまじ来たらみんな行ってください場所バレる撮影場所がバレる。ナイス。そう、さあ下から、うん、すげえんだけどすげえとこ見えてる鮎太郎チャンネル。マルコさんのサーブで意識してるポイントは何ですか。やっぱトス早くしたいときは、うん、ちょっと前に出す感じ。あ、トス？トス。俺なんかね、もともと前衛だったから。あ、そうか、前衛だったんだ。そうそうそう。え、インターハイ出た時は後衛？は後衛。後衛か。中学の時前衛。ちょっとやっぱ前目の方が、俺はなんか力が入りやすくて。うん。だから5割で打つ時はちょっと、いつものとこなんだけど。うん。あ、エースとか強く打つ時は？打つ時はちょっと気持ち前。前気味に？出して、そう。あ、そういうことね。あ、いいことを聞きましたね、これ。あとなんかある？あとはね、常に同じテンポというか。あー、リズムね。やっぱリズムが大事だね。リズム大事。はいはい。でそうすればトスも自然と安定してくるから、うん、確かに確率も上がると思う。まあ、じゃあマルコさんの重要なポイントは、まあ、リズムとトス。リズムとトス。トスということでいいですね。ありがとうございました。今日は何か一言ありますか。インスタとツイッターもやってるんで登録お願いします。お願いします。宣伝プレゼント皆さんお願いします。お願いします。お願いします。マルコさん今ツイッターが、ツイッターが、ね、何人ぐらい。1400。結構いるな結構いるな。インスタね500かな。400。インスタむずいよね。なんかインスタちょっとね、あの拡散しづらいんですよね。なんかリツイートとかないから。ああ、そう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 。いいねとか合わせるけどリツイートないじゃん。でも1000人とかいる人すげえな。確か、まあ俺1万4000人だけど。あ、よしよしよし。今言おうとした。マウント取ってくるよありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。お願いします。あ、差し入れられました。いいタイミングで来ますね、本当に空は青く澄み渡り海を目指して歩く怖いもん。僕らは知ってる月が咲いて太陽が今枯れた。